みつきの秘密基地、秘密基地、秘密基地。どうも皆様、おはこんこん、みつきクバスターです。みつきの秘密基地4月号やっていきましょう。さあ、プロ野球が本格的に開幕いたしまして、なんだろうな、オリックスは今置いておきましょう。で、西武がね、すごく打線がいいのが怖いっていうのはもちろんあるんですけど、いつも春先あまり調子良くないらしいソフトバンクがね、いつ目覚めてくるのか本当に怖いです。ぶっちゃけね、まあそんなの知ったことかって言われそうなんですけど、工業的な話とか考えると、できればソフトバンク以外に優勝してもらわないとちょっとまずいような気がするんですよね。僕もね、正直ソフトバンク優勝するのはあんまりね、面白くないんじゃないのなんて思ったりしちゃうんですよね。ホークスファンの方は本当に申し訳ないんですけど、僕はどうしてもそう思っちゃうんですよね。で、はい、どうだろうな、投稿するときにはもう発売されてると思うんですが、パープロ2018が、4月26日に発売されますね。僕はすぐ買うというよりちょっと様子見かなって思ってるんですよね、正直。栄冠ナインの実況したいっていうのはもちろんあるんですけど、今すでにいろんな作品結構やってたり、今収録してる作品、投稿してる作品でいいのかな、がもう全部中途半端じゃないや、途中の作品なんですよ。本当に撮りながら投稿してるっていう感じの作品ばかりなんで、ちょっとこれ以上やると回らなくなるかなっていうのもあるんで、栄冠ナインの実況やるにしてもすぐはちょっとできないかなっていうふうに思ったりもしてます。今回もね、また選手のリクエスト受け付けたいなと思っておりますんで、またその時お楽しみにといった感じで、リクエストは全然前回と違って本当にこう、女子選手が一人みたいな縛りとか一切入れないで今度はやっていこうかなと思います。はい、あとはね、個人的にはアレンジがどこまで変わってるかなとかいうのもあったり、サクセスでどれぐらいの選手が作れるのかなっていうのもあったり、そこが気になるんですよね。基本的に僕大体2014で作って2016に移すっていうのをやりまくってきたんで、それで作った選手が全部移せなくなっちゃうんですよ。そもそも PS3 でやってたんで、もしかしたら全部 PS4 には移せないかななんて思ってるんですけど、そんな感じでね、多分全部使えなくなっちゃうんで、そこも踏まえてそれを作り直したりするためにそこまでする価値があるのかどうかっていうのも踏まえて、ちょっと購入はまだ控えようというか様子見っていう感じかなって思っております。はい、でですね、今回ちょっと質問コーナー、質問箱もう答えていくんですけど、ちょっとありがたいことに本当に今回多くいただいたんで、多分みつきやみつきは今回ないかなと思います。というわけで、質問コーナーやっていきましょう。まず1つ目、みーつきさん、キャッキャ、みつきさんは好きなアーティストやアイドルグループはありますか？ちなみに私は嵐が大好きです、キャッキャ、ということでいただきました。ありがとうございます。質問者が誰かっていうのはわかるんですけど、それは置いておきまして、好きなアーティストは TM レボリューション、バンプオブチキン、ジャンヌダルク、有名どころで言えばそんな感じなんですけど、ちょっとマイナーなというかもう含めれば、真空ホローというアーティストさんがすごく大好きです。キャッチコピーというか、そんなのが鬱と狂気のロックンロールっていうのを持ってるぐらいなんで、正直明るい曲っていうのはほぼないと言ってもいいと思います。ただね、そういう病んだ歌詞っていう言い方だとちょっと語弊があるかもしれませんけど、そういうのがね、また心にぐさりと刺さる時があるんで、もしよければ YouTube にもね、アカウント、真空ホローさんの公式アカウント、非公式アカウントも含めいろいろあるんで、よければぜひぜひ聞いてみてください。真空ホローお願いします。で、アイドルグループで言うと、ジャニーズはそれこそ嵐とかは割とみんな好きかなっていう感じですね。大好きとかいうほどのアーティストじゃ、アイドルはいないかな。女性アイドルとか特にそんなに
興味がないんですよね僕っていうのもあるんで、なかなかちょっとまあなんだろう、まあそんな感じで女性アーティストはそう、女性アイドルとかはそんなにないかなっていう感じです。はい、まあでも好きなアーティストはシンクホロー、ジャニーズはまあそれなりに何でもといった感じですね。はい、続きまして、4月に入って新入生や新入社員などが出てくる時期になってきましたね。そこで美月さんの学生時代はどんな感じの生活をしてたんですか？また美月さんが人生の先輩として今の学生さんや社会人さんに何か伝えたいことがあるとしたらどんなことですか？ということで、まあ学生時代、まあこれは中学かなの話になるんですけど、一応毎日2時間は勉強するようにしてました。まあ学校終わって晩ご飯食べ終わって、そこからまあ大体終わるのが7時前ぐらいだったんで、そこから7時から9時ぐらいまで勉強しました。まああのなんだろうな、こう集中するために本当にもう歌でも何でもとにかく BGM をかけてやってました。てかほとんど歌だったんですけど、まあそんな感じでね、そうすればなんか意外と他のものに走るっていうのがなくて、まあ他のものを置かなかったっていうのもあるんですけど、まあ意外と曲聴きながらだと本当に何もないと逆に頭の中で違うことばっか考えちゃったりするんで、なんだろう、だからあえて BGM を流してやってると意外と思ってるより進むかななんて僕は思ったりしてます。まあ人生の先輩として伝えたいことなんでしょうかね。まあ僕がねそんながっつり社会人やってるわけじゃないんで、僕自身もちょっとあんまりね、そんな偉そうに言えることは一切何もないんですけど、まあなんだろうな、まあやりたいと思ったことはとりあえずやればいいんじゃないのかなっていう感じですね。まあ もちろん親が許さないとダメではあるんですけど、やりたいこととかやった方がいいんじゃないですかね。やっぱりやれる時間とかってどうしても限られてきますから、だからこそ多分学生さんとかだったら特に時間が社会人のね皆さんよりはあると思うんで、それこそ学校帰りだったりとか土日祝日だったりとかそういうのがあるんで、やっぱりやりたいことがあったら悩むよりとりあえずやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、すいません偉そうにアドバイスして、はい、というわけでね次行きましょうか。美月さんのスプラの得意武器って何ですかということで、得意って言われると分かんないんですけど、僕はよくスプラチャージャー系を使ってます。はい、まあ、特にチャージャーコラボが多いかな。まあ、なんでかっていうと、まあ、普通のチャージャーよく使ってたんですけど最初の方は、スプラチャージャーコラボだとスペシャル技が、9番ボムピッチャーなんで、あの縄張りバトルしかやってないんですけど僕、あのやっぱ9番ボムって結構塗り範囲が広いんですよ。なんでそれを大量に投げまくることで、まあ、チャージャーでも割と塗りで攻撃できるんですね。1000ポイント以上とか割とそれのおかげで塗れたりしてるんで、まあ得意というかよく使うのはスプラチャージャーコラボかななんて思います。はい、続きまして、犬派ですか猫派ですか、またその理由を教えてくださいビシッ、ということで、僕は断然猫派です。はい、まあ理由っていうかなんだろうな、犬よりは好きっていう感じなんですよね。まあもちろん犬も本当になんだろう、子犬とかすごい見るの可愛いなって思うんですけど、まあ、昔犬飼ってたんですよ。で、まあ、僕が小学生ぐらいの頃なんですけど、その時にね、あの飼い犬が、あの飼い主のである祖父の手を噛んだのを目の前で見たんですよね。それがもうトラウマになって、犬が苦手っていうのもありますし、結構大型犬というか大きくなってからの犬の鳴き声っていうのも結構怖かったんですよね。だから正直犬はそんなに好きじゃないんですよね。まあ、本当にあの友達の家に賢い犬がいたんですけど、その犬はまあまあ全然まあ平気かなっていうぐらいだったんで、どっちかっていうとというか割と圧倒的に猫派が強いっ
っていう感じですね。はい、続きまして、 USJ でセーラームーンのアトラクションみたいなの始まったんですが、そもそも USJ と言っているのですから日本らしさがあってもいいですが、ユニバーサルスタジオのものを潰してまでいろいろやりすぎだと思います。どこか別の場所で作ればいいのに。美月さんはどう思いますか？まあこの方が言う日本らしさっていうのが分かんないんですけど、まあ、セーラームーンっていうのが、まあ、日本のものなんで、言ってしまえばそれが日本らしさなんじゃないかなって僕は少し思ったりします。はい、まあね、日本だからできるものなんじゃないかなとは思ったりしますけど、まあね、 USJ もいろいろ工夫も苦労もしてるでしょうから、そこはね、まあ、行くんであれば自分の、まあ、興味なかったら行かなきゃいい話ですよ。その何エリアっていうのかな、行かなきゃいい話ですよ。はい、なんで、まあ、自分の好きなものだけ楽しんでいきましょう。僕の好きだったね、バックトゥーザフューチャーザライド、もうなくなりました。行きたかったな、また行きたかったな、ということで、はい、まあそんな感じでね、好きなものがなくなるぐらいのことしか僕はあまり分かってないんで、まあそれでもね、楽しめたらいいかな思います。はい、続きまして、美月さんはよく電車に乗る方ですか？僕はできる限り電車には乗りたくありません。痴漢冤罪についてどう思いますか？以前は文字通り触るイコール痴漢でしたが、最近はカバンが当たったりしただけでも痴漢行為が成立するとか、わざと痴漢冤罪仕掛けてお金を騙し取る痴漢ビジネスとかも一部ですがあるそうです。もういっそのことを女性専用車両だけでなく男性専用車両も作った方がいいのではないでしょうか？美月さんの意見を聞かせてください。まあね、まあ、僕電車はよく乗ります。まあ車の免許とか持ってないんで、まあほとんどどっか移動するには電車とかバスとか使わないとダメなんですけど、なんで電車は多分なんだろう、まあ通勤で使う人とかよりは少ないですけど、まあ電車は割とよく乗る方かなと思います。まあ痴漢冤罪はね、まあなんだろう、まあ悪いですけど、もちろん冤罪もそもそもそういうこと、痴漢をするやつがいるから冤罪なんてことも生まれるんですよね。まあ、元をたどればじゃないけど、まあ男が悪いっていうのは、まあ僕そこは緩いじゃいけないかなっていうのはあるんですけどね。まあなんだろうな、でもまあ冤罪仕掛けたりするっていうのもそれはもちろん悪いですけど、なんかね、そういう時の対策みたいなものも今は割と、まあ、それこそツイッターとかだったら出回ってたりしてるんですよね。なんか話に警察っていうかに呼ばれたりした時には話に応じちゃダメみたいな、なんかそんなのを見たような気がするんですけど、まあ僕がねうろ覚えの知識で喋ってなんか大変なことになっても困るんで、そこはちょっと皆さんね調べていただきたいなと思うんですけど、男性専用車両どうなんですかね。まあでもなんだろうな、冤罪が、まあ冤罪仕掛ける方がもう悪いですけど、女性専用車両があるならやっぱりねえ、そっちに乗っていただきたいですよね、男性としては。だから女性でも逆に女性専用車両があると、女性専用車両は空いてるけど普通の通常車両っていうのかな、がめちゃくちゃ混んでるなんてことも起きうるんで、その逆もしかりなんですよね。だから必ずしも作ればいいっていうわけでもないんじゃないかなとも思いますね。まあ別にそういうのは気にしないとか、痴漢とかされても私撃退できるからみたいな人はもう女性専用車両なくてもいいと思ってる人も多分いると思うんで、まあそこはね、なんだろう、まあなくてもいいんじゃないっていうところはありますかね。もうなんかね話がまとまってないですけどごめんなさいね。はい、というわけで、次行きましょう。私は家族で旅行したことがありません。美月さんは家族旅行に行ったりするんですか？旅行するのはどこがおすすめですか？教えてください。ということで、僕ね、家族旅行よく行くんですよ。っていうのも、僕の親がね、旅行とかすごく好きなんですよね。
まあ、だから僕の父親とかよく出張で出かけることが多いんですけど、まあそれを旅行の下見なんて言ったりねしてる時もあるんですけど、まあ僕は基本的に何だろう、まあついてくぐらいですね。僕が楽しむっていうか、僕はまあ話の種になるかなぐらいの感じでいつもついていってるんですけど、まあだからよくね、バイト先のパートさんとかには仲いいねなんて、家族仲いいねなんて言われたりはしてますけど、まあ仲悪くはないですね。確かにどこがおすすめ、あの僕自身がね行きたいと思って行ったとこっていうのはあんまないんですけど、まあでもなんだろうな、おすすめっていうか、それこそ温泉とか好きな人だったらいろんな温泉地巡ってみても楽しいんじゃないかなとは思います。はい、まだまだありますよ。思い出に残っているゲームはありますか？自分は僕の夏休みが一番好きな作品です、1から4まであるのですが、毎年夏が近づくとプレイしたくなります。 PS4 でも過去の作品をプレイできると思うので、もしよければ水木さんもプレイしてみてください。はい、思い出に残っているゲームなんだろうな、あのまあ僕今はねグレイセスも投稿させてもらってるんですけど、テイルズシリーズっていうのが最初にテイルズ・オブ・シンフォニアっていう作品をねやったんですよ。 PS2 の作品なんですけど、まあで最初はあんまり興味なかったんですよ、ぶっちゃけ。本当に最初の頃、まあ中あれは高校かな、高校1年とかぐらいの頃は全然知らなかったんですよね。でまあ友達にテイルズ好きの人がいたり、まあそれこそ僕の兄とかもテイルズ知ってたんで、まあ話は聞いてて、友達の話とか聞いて、あちょっと面白そうだなって思って、僕の兄の彼女さんからシンフォニアをお借りしてプレイしたっていうのが始まりなんですよね。でまあちょっとまあどこかまでは言えませんけど、シンフォニアやってた時に、まあ、本編で泣いたこともあるんですよ、感動してっていうのもあるぐらいなんで、やっぱりテイルズ・オブ・シンフォニアが思い出に残ってるゲームかななんて思います。僕ナスはやったことないんで、ちょっとまた良ければじゃない、なんかね機会があったらやってみようかななんて思います。まあ今ならね多分そんな高くは売ってないでしょうから、またね探してみます。はい、では次がラストになります。昔から思うんですが、テレビ番組のスペシャルで 4,5 時間とかすごく長い時ありますよね。ブルーレイにダビングする時に編集して CM を全てカットするんですが、ほとんど CM じゃねえかと思うくらいです。時間の使い方ずるいと思いませんか？そのせいで撮りたい番組が重なって撮れない時が多々あります。水木さんはどう思いますか？まあ CM 多いっすよね。まあでもまあこれはね、僕がちょっと声優業界をかじった人間だから言うんですけど、 CM ありきなんですよ、あれって。もう本当に CM がないと番組って成り立たないんで、まあスポンサーがねいっぱいあるんで、だからもう CM は仕方ないとは思いますし、なんか逆に CM で興味惹かれるものとかも結構あるんですよ。だからCM って意外とね楽しいんですよね。インパクトに残る CM とかあったりするんで、そういうのはすごく、まあ僕はまあ反対ではないかなっていうのはありますけど、ただねなんかもったいぶる CM の入り方ってありますよね。なんか CM の後みたいなのをなんか連続してくるとかすると、さすがにちょっとうんざりするかなって。そんな引っ張らなくていいから早く教えてくれよって思っちゃうときは正直なんとかあります。はい、まあそんな感じで、まあ要するに、まあそれこそ時間の使い方次第かなって思います。でまあ撮りたい番組が重なるということなんですけど、僕のレコーダーってね、実は同時録画できるやつなんですよ。はい、なんでね、時間重なっても困らないのがうちのものなんですよ。すいませんいやでも昔はね本当に困ってました。何撮ろうってなって、こっちを撮ってこっちを見ようとかいうのはありましたし、本当に最初の方は撮ってる間はそう撮ってる番組しか見れないなんてこともありましたから、まあなんだろう、そういうのを経てやっぱりいろんないい性能のものとかを買いたくなるのが人間なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでいいのかな、わかんないけど、はい、ということで、というわけで今回ちょっとね質問コーナーがすごく多く長くなっちゃいましたけど、皆様からいただいたんで、全部答えてみました。はい、
質問箱はね、また画面下に書いてあったり、また概要欄にも、書いておりますんで、ぜひぜひまた次回のためにどしどし質問を送ってください。お願いします。はい、というわけで今回はちょっとね、ほとんど質問になっちゃいましたけど、これで秘密基地終わりにしようかなと思います。次回は、5月末ということで、もう気づけばね1年、3分の1終わっちゃったんですよね。早いな。皆さんまたね、一日一日を大切に、僕ももちろんですけど大切に生きていきましょう。ということで、以上ミツキックバスターでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画概要欄、また画面下にツイッターのアカウントも書いておりますので、よければフォロー、そしてよければ一言コメントいただけるとフォロー返しも しやすくなるかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは次回のミツキの秘密基地でお会いしましょう。バイバイ。